皆さんこんにちは、ピアノセレクトショップの長坂と申します。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの、メーカー認定中古ピアノ、MU560DW という機種でございます。こちらの機種はですね、1994年に、弊社で製造を行った機種で、高さが132センチの、機種となっております。比較的ですね、大きめのサイズの機種ですね。で、かつ大変高級感が漂う1台となっております。ではまず内装の方からね、見ていただきたいと思います。まずこのハンマーですね、実はスタインウェイ社のピアノなんかの、パーツにも使用されていることで有名な、ドイツレンナー社製のね、フェルトを使ったハンマーを使用しております。実はこのピアノですね、前の、オーナー様がですね、使っていなかった時期が、大変長かったということで、音質とかで、ね、しっかり、管理された、倉庫に、長期間保管されていたということで、非常に保管状態が良かったということで、大変もともと良い状態を、保っておりました。でこれを、弊社に入れてですね、弊社の、国内工場にて、再生作業を行いましたので、もう状態としてはね、もう非常に良い状態で今展示をさせていただいております。まあ、中古ピアノとしてはですね、20年ちょっとっていうとまだまだ新しい部類ですけど、それでもやはり製造から20年経っているとはとても思えないぐらいのね、状態かなと思います。はい、続いて外装ですね。こちらのピアノ特徴的なのが屋根ですね。はい、このようにグランドピアノみたいにこんな風に、開放することができる、ちょっと特殊な機構をつけております。昼間に演奏されるときなんかね、音量を大きく出して問題ない時間帯なんかですと、このように屋根を開放して演奏してあげると、音量も当然ね、大きく出てきますし、音量だけでなくこの見た目の部分でも、まあ、グランドピアノに近いニュアンスの見た目で楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。この木目はですね、アンティークウォールナットの艶消し仕上げとなっております。中心の方がね、比較的こう明るめの焦げ茶色で、こう外に向かっていくにつれてこうちょっと、かなり濃い焦げ茶色というか、まあ、限りなく黒に近くなっていくような、まあ、そんなね、アンティーク調な、仕上がりとなっております。まあ、現在非常にこう人気があるお色の一つですね。こんな雰囲気となっております。またこれ、注目していただきたいのがこの、鍵盤の部分ですね。黒鍵に関しては、今は、樹脂を使っているものが結構多いんですけれども、これに関しては、黒炭黒鍵となっております。ちょっとね、動画だと分かりづらいかもしれないんですけれども、ちゃんとこの黒炭というね、もともとちょっと黒っぽい、木を使っておりますので、黒鍵に木目がついていて、より上質なね、イメージで仕上がりとなっております。見た目も音色も、非常にアポロピアノらしい一台で、大変おすすめできる一台でございます。ぜひご検討ください。